この動画は、これらのモッドを使用して、やりたい放題するだけの動画です。過度な期待はしないでください。というわけで始まりました革命編。新シリーズ開始というわけで、顔出しでお送りします。画面右下にオブスが映っていますが、ご了承ください。黙れ畜生。今回はモッドの入れ替え内容とチャンク再生成についてです。前回言った通り、ミレネイルを外して、チャンクの再生成をしていきます。MC エディットで開いたピリカンプがこちら。モッドで追加されたブロックは薄紫で表示されています。モッドのブロックをわかりやすくするため、テクスチャの反映はしていません。めんどくさかっただけである。フューチャーブロックの後ろに書かれた数字がブロック ID です。問題となっている木枠ブロックの ID は499です。これらのブロックを置き換える作業をしていきましょう。空白になっていたところでも ID 情報は残ってるのか。まずは、置き換える範囲を選択しましょう。建物全体を選択範囲で覆います。マシンスペックに自信があるならワールド全体を覆ってしまっても。それは自己責任で。ほん。で、質素な木枠ブロックと頑丈な木枠ブロックを白樺の木材と滑らかな砂岩に置き換えます。ピリカンプでの質素な木枠ブロック ID は499の0、頑丈な方は499の1です。この作業にはフィル&リプレイス機能を使います。下のアイコンの左から4番目のやつな。アイコンをクリックすると、ID 一覧が表示されます。上のサーチの入力欄に、木枠ブロックの ID を入力して選択。自分で作ったワールドだとテクスチャの反映をしなくても何のブロックかわかるのな。せやね。選択したら、次にリプレイスのボタンを押します。もしくは R キー。ここでエンターを押すと、選択範囲が木枠ブロックで埋まってしまうので注意。置き換えるブロックを選択したら、リプレイスを押します。置き換わりました。簡単だね。お前でもできるくらいだからな。同じように、頑丈な木枠ブロックも置き換えましょう。ちなみにリプレイスはフィルの時と違って、埋めるブロックを後で選択する点に注意しましょう。先に埋めるブロックを指定したとしても、リプレイスボタンの上にあるスワップボタンで入れ替えられるがな。そんじゃ、サクッとやってくべ。フィルを選択して、ブロック ID を入力して、R キーを押して、滑らかな砂岩を探していくと、検索はブロックの名称からでも可能です。検索欄に3度と入力しています。滑らかな砂岩を選んでっと、エンターを2度押して完了。ここで3回エンターを押すと作業がキャンセルされるので注意。無事、入れ替わりました。わあ、便利。MC エディットがあれば、高層ビルとかも楽に作れるからな。1階部分だけ作って、コピペで積み重ねて、天井を作るだけだし。その技法でマンション作って、並べるだけで団地の完成よ。それをゴジラモッドで壊して遊ぶのか。MC ヘリの兵器で迎撃してな。では、さっきと同じ技法で北ピリカの木枠ブロックも置き換えていこう。酒場を選択範囲で囲んでっと。他の家も木枠ブロック使ってるんだから一緒にやっちゃえよ。それもそうか。村全体を囲んで、一気に変換していくか。あとはさっきと同じ作業だな。作業中に、ミレネイルの代わりに追加したモッドの紹介をしよう。重くなるから外したのに追加しちゃったのか。ミレネイルの村人の処理が問題だったからな。ステルス山賊とかただのエラーだから、安定した山賊を追加する。安定した山賊って言い方もどうなのよ。とにかく、山賊が追加されて動作が安定しているモッドを追加したのさ。インベンジョンモッドじゃダメなのか。あれは防衛専用だからな。こっちから攻めたいのよ。山賊に攻めたいっていうのもどうなの。兵力を持て余す。で、何のモッドを追加したんだよ。エンシェントウォーフェアです。別名、工場戦モッド。ミレネイルのように村を作ってくれることはないが、指定して建築させることもできるし、他のモッドとの連携も取りやすいからな。それに、ジャンクの再生成で山賊や海賊の拠点のほか、村も追加で生成されることになる。新しい集落や城の位置を見て、今後の開拓方針を定めていくつもりだ。ほん。労働者などの研究については、ウンガー村かキノコの里でやっていく予定だ。ミレネイルの村人がいなくなった北ピリカや伊勢崎村には、ピリカンプから移民させる方向で進めていくぞ。ほん。というわけで、置き換え完了。マイクラを起動させて、チェックしていくぞ。あやい。まずは最初に修正したワイナリーから。思ったんだけどさ、ミレネイルの村が問題だったんなら、村情報全部消してブロックだけ残しておけばよかったんじゃね。残念ながら、ショートカットキーの都合とかもあってな。共存の道はなかったのだよ。ほん。これからはエンシェントウォーフェアの労働者が村人の代わりに設備に常駐するのか。
いや、労働者は稼働する最低限の数だけで、MCA の村人がメインの点は維持する。あくまでも人口は MCA の村人で増やしていくことを前提にしたいからな。兵士は？戦車とヘリがあるからいらんだろ。なんか、もっとの持ち腐れじゃないのか。今に始まったことじゃない。それもそうか。まあ、プレイしているうちにやる気が出るかもしれないから、完全にやらないとも言い切れないがな。野良メイド。ブドウを踏んで、ワインを作っていたメイドさんが脱走したのかな。連れ戻すか。彼女は自由を選択したのだ。私はそれを尊重する。なんか悪いもんでも食ったか。彼女は自由を得て、私からの保護を捨てた。今後一切の身の安全は保証しない。いつも通りの鬼畜だった。さてさて、他にも入れ替えたモッドだが。トレインクラフトか。路線を作る前にバージョン対応したので、リアルトレインモッドを外し、トレインクラフトを導入します。なんでそんなにトレインクラフトにこだわる？マイクラのブロックって一辺が1メートルらしいじゃん。らしいな。ゲージ的には1メートルの方が近いじゃん。そうかもしれんが、この世界の人間の肩幅1メートル近いじゃねえか。肩幅が1メートルって、ゆるキャラの着ぐるみレベルだぞ。肩幅が倍近い人間に合わせた車両だと、幅が3倍になってもおかしくないだろ。あ、旅客なんて予定していないんで、完全に貨物特化なんで。だいたい、線路幅広いと整地面積増えて面倒なんだよ。その点、トラックビルダーが使えるトレインクラフトは長距離路線を敷設しやすいしな。あ、そうそう、バージョンアップでトレインクラフトのレールも専用のレールが追加されました。バニラレールは使えないのか？使えます。ただ、専用のレールの方が緩やかなカーブやスロープなどが作れるので、積極的に運用したいとは思っている。ほん。後で竹を収穫しないとな。分散させすぎて管理しきれていないってのも考えもんだな。かといって、いちいち中央に取りに戻るのもな。それはさておき、木枠ブロックを置き換えた北ピリカに到着したわけですが、ミレネイルの道路ブロックを置き換えるのを忘れていました。それと、範囲指定をミスってる。ほんまや。見事に一列が空白になっているな。空白になっているけど、木枠ブロックの ID 情報はある。しかし、ブロックは設置できる。これでもバグってフリーズしないのはマイクラのいいところだよな。さてさて、白樺の木材あったっけかな。原木はあるな。サクッと修復して、マップの再生成に移ろう。あ、そうそう、空白の場所は暗闇として扱われるので、放っておくとモンスターが湧くので注意な。ピリカンプでもモンスターが出現して村人2名が襲撃されてました。ゴーレムと衛兵が袋叩きにしてただな。道路の置き換えは手動でやるか。整地とかも必要だし。これでよし、マップの再生成に取り掛かろう。さて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 。うるせえバカ。これまで発見したエリアの地図です。広い、のか。MC ヘリのジェット機を使っても数分かかるくらいには広い。ほん。この広大な地域を、白い部分を残して、消し去ります。大胆に消すな。トレインクラフトの鉱物や、エンシェントウォーフェアの村や建物が追加されるからね。ここまで来ると、新作でいいんじゃないかと思う。進出予定地なんかは引き継いでいくことになるな。エンシェントウォーフェアによって追加される村の配置次第で、若干修正されるが。ほん。でんで、再生成したのがこちらです。えらいシンプルになったな。地図を更新するために少しばかり見て回ってきました。まずは砂漠島。村と城が追加されています。砂漠島にできた城には、砂漠の民という戦闘民族がいます。島を沈めようと企む悪に立ち向かう聖戦士たちである。砂の採掘場を不当に占拠する盗賊である。次にまた砂を採掘するときにでも皆殺しにするわ。で、その北には新しい村ができた。住民は MCA の村人か。この村はそうみたいだな。幸い、海岸線に近いから、港町に発展させる手もありそうだ。お次は北ピリカと伊勢崎村周辺。伊勢崎村の東に大きめの村ができて、北西には山賊の拠点ができた。北ピリカはノルマン文化、伊勢崎村は日本文化村の跡地か。住民が消滅しているから、新しい村と接続して住民を招くのが早いだろう。幸いにも、伊勢崎村にまで街道は敷設されてあるしな。そのためにも、北西の山賊は皆殺しだ。山賊逃げて、今日逃げて。そんで、ウンガー村の東側、ピリカンプの北に当たる場所だが、北佐賀村があったところに、小さな村が代わりに追加された。村の南東にも建物が見えるな。山賊です。北佐賀村の安全のためにも、皆殺し。山賊がたくさんで困っちゃうな。嬉しそうに言うことではないぞ。でんでんで、ウンガー村の北西にも建物が追加された。皆殺しか。いや、北にあるのはバザーだな。金でいろいろな取引ができる場所だ。ウンガー村とバザーの間にあるのは、皆殺し。なんかもう、山賊に同情するわ。そして、キノコの里。ビザンチン文化の軍事村の跡地だな。
南に2つの集落が見えるが、軍事村の跡地ということは。また皆殺しか。何を物騒なこと言ってんだ。一つはバザーで、もう一つは民間人が捕らえられている山賊の拠点だぞ。捕らえられている。山賊が守りを固めていて、中に民間人が数名いると、偵察機から情報があった。またいつぞやのテロ支援者じゃないのか。あれもキノコの里の南の勢力だったよな。そう言われてみれば。皆殺しだ。まあ、ノリで皆殺しとか言ってるけど、そんなに急ぐことじゃないだろ。ミレネイルと違って、攻めてくることはないわけだから。攻略戦のエンシェントウォーフェア、防衛戦のインベージョンモッドといったところか。そうも言っていられんのだよ。お。ジャンクの再生成しながらでカクカクで申し訳ないんだが、こちらの偵察機からの映像を見てほしい。自分で撮ったやつだろ。ピリカンプの東にある佐賀村、いや、あったはずの佐賀村が。ん、なんだ、白。山賊です。あれ、佐賀村はどうした？佐賀村は犠牲になったのだ。いくつかの建物は残ってるみたいだが。船屋と倉庫と佐賀リゾート周辺は無事でした。自分で建設した建物だけ無事という点に悪意以外の何も感じないんだが。一軒だけミレネイルの建物が残ってるぞ。削除チャンクのギリギリ範囲外だっただけだろ。ちげえし、全部山賊の所有だし。山賊ニュースマジ。山賊というかバイキングって書いてあるぞ。バイキングか、山賊か、盗賊か、海賊か、砂漠の民の城になるんだわ。目の前の佐賀村が消えても、もみじちゃんの農業は平常運行か。そりゃ、もみじちゃんと契約したのは俺だからな。佐賀村がどうなろうと関係ないのさ。あ、わかった。あのバイキングはお前から民を解放しようとしている正義の戦士たちなんだ。佐賀村を解放し、続いてもみじちゃんたちを解放するために、前線基地をここに作ったと。あんだけ発展した佐賀村が消滅しているのに、あの蛮族どもに正義があると思うのか。佐賀村消したのお前だろ。なんでお前がびっくりしてんだよ。よし、あいつらが蛮族ではなく、話の通じる相手かどうか試してやる。何をする気だ。とりあえず、声が届く距離まで接近しよう。正気か。彼らが平和的な人物であるなら、まずは話し合いに応じるべきだと思わんかね。いや、このヘリで近づくってのはちょっと。だいたい、弓矢の技術レベルの集団にヘリでってのは。彼の地で勝ったかっちゃう予感。終盤にはエンダードラゴン、略して炎竜を退治する流れか。エンドラなんてミサイルの敵じゃねえよ。ああ、ヘリに驚いて転落したぞ。転落防止の設計ができてないとは、危ない物件だな。むしろ、上から来るなんて想定してない事態だろうよ。もう一人くらい落としとこ。おい、調子に乗りすぎだろ。撃ってきた。撃ってきたよ。撃たれるようなことしたからだろ。二人も落ちてやんの。お前、えげつないな。向こうが撃ってきたんだよ。その前に、もう一人落とそう、とか言ってただろ。まあ、とにかく、話し合いで解決しないことははっきりした。いや、最初から知ってただろ。次回から山賊退治と佐賀村復興に乗り出します。それでは、今回はここまで。また次回お会いしましょう。チャオチャオ。